新宿での激しい戦いから半月、私たち一つ柳隊は自らのガーデンである百合ヶ丘女学院での日常に戻っていた。失礼するわ、モユ。新宿での一件での報告書なのだけれど。あら、ごきげんよう、ユイ様。楓さん、どうしてあなたが。モユはどうしたのかしら。モユ様でしたら、早朝に出発いたしましたわ。今頃は都内にいるかと思います。都内。例の事件の現場調査かしら。ええ。ようやく現地での情報解析が可能になったとかで、鼻息荒く、ちびっこ2号を従えて出て行きましたわ。ミリアムさんもいないのね。新宿エリアディフェンス崩壊事変。一部では、そのような名前で呼ばれているそうですわ。大変な戦いだったわね。ええ。ですが、私たちの活躍で、巨大特型ヒュージを撃破。それを契機に、都内に蔓延していたヒュージ軍は警部へ撤退。遅れて到着した各ガーデンの声援により、その日のうちに残存ヒュージは一掃されましたわ。一日二日の出来事なのに、随分と長く感じる戦いだったわね。ですが、それも私たち一つ柳隊、そしてヘルボル、グランエプレの活躍があったからこそですわ。19人でのノインベルト戦術。今回もまた、リリのあの力に助けられたわね。ラプラス。そのことを聞きにいらっしゃったのでしょ？ユー様。ええ。あれからリリは毎日のように身体検査を受けていたわ。その結果が、そろそろ出ているはず。こちらをご覧くださいませ。これは、検査結果の報告書ね。5回に及ぶレアスキル、及びスキラー数値の精密解析の結果、一つ柳リリに得意なレアスキル保持の事実は認められず、リリのあの力はラプラスではなかったと。でもそれなら、あの変化は何？わかりませんわ。なんせ、リリさんの持つカリスマという力は、解明されていない要素の多いレアスキルです。そしてラプラスは、そのカリスマの上位スキルとして、存在を予言されているだけの現像に過ぎませんわ。つまり、謎は謎のまま、というわけね。ですが、リリさんはその可能性のつぼみを咲かせました。今後、リリー研究者の間で注目されるのは必至でしょう。まあ、少なくとも今は以前と同じ、通常のカリスマ程度の能力に落ち着いていますわ。それに、変な虫がつくようでしたら、私たちが叩き潰してやればよろしいのです。そうね。こんな時は、あなたが頼もしく見えるわ、楓さん。ちょっと、それどういう意味ですの？まあ、リリさんのことはそれでいいとして。問題は、エリアディフェンスの方ですわね。大体のエリアディフェンスの設置は完了したのではなくて？ええ、それに加えて、緊急時に備えて、都内各所に予備の小型エリアディフェンスの設置も行うそうです。問題はそこではなく、爆破されたエリアディフェンスの方です。あ、爆破された。その言い方、もしかして。ええ、お父さん。とある筋から情報提供がありまして。新宿都庁に設置されていたエリアディフェンスの崩壊跡より、人為的な破壊工作の痕跡が発見された、とのことです。あ、テロ。そういえば、新宿のデパートの屋上で爆発音を聞いたわ。やはり、ゲヘナの仕業。それはわかりませんわ。ですが、少なくとも都庁での一件は、自然発生したヒュージによるものではない。関係者の間では、そう目されております。
それが事実だとしたら許せないわ。都内でこれだけの事態を引き起こすなんて。でもそうなるとおかしいわね。あの騒乱の渦中ではゲヘナの息のかかったガーデン、カズハさんたちのいるエレンスゲのリリーも動いていたわ。そうですわね。ゲヘナが本気で都内を混乱に陥れようと考えていたのでしたら、傘下のガーデンに所属するリリーの出動は阻止したでしょう。あの徳型ヒュージを倒すのだってカズハさんたちヘルボルの協力がなければ無理だったわ。そうですから不気味なのです。あのゲヘナが一体どのような思惑で今回の騒乱を企てていたのかわからないのです。西東京の防衛の穴をつくような今回の出来事、もし私たちが、リリが新宿にいなかったら都内はどうなっていたことか。リリさんが。どうしたの楓さん。いえ、何でもありませんわ。それよりそろそろお迎えに上がりませんと。きっとリリさんがそわそわして足踏みしてますわ。あ、もうこんな時間なのね。わかったわ。この件はモユが戻ったら改めて話し合いましょう。ゲヘナ、徳型ヒュージ、エボルブ、エリアディフェンスの崩壊、リリさんの力の覚醒、新宿は大きな実験場だった。何をしているの楓さん。鍵を閉めてみんなのところへ向かうわよ。はーい、ただいま参りますわ。考えすぎですわよね。うわー、大きいお風呂、僕が一番。ラム一番。待ちなさい、あかり。ここのお風呂は湯気を切るって説明したでしょ。すっぽんぽーん。ランちゃんもよ。湯船に入る前に掛け湯をするのはマナーですからね。はーい。ですね。あ、ごめんなさい。久々に足を伸ばせるお風呂に入ったものだからつい。いえいえ、喜んでいただけて何よりです。恥ずかしいわ。そうですね、私たちも新宿の一件の後始末でここ半月忙殺されていましたから、こんな風にゆったりと入浴できるのなんて久しぶりです。なんだか申し訳ないわね。私たちは早々に鎌倉へ戻ることになってしまって。仕方ありませんよ、それぞれガーデンの管轄があるのですから。でもこうしてレギオン全員でユリガウカへご招待いただき、みんな喜んでますよ。噂の温泉が工事中で入れないのは残念だったけど。あ、こらラン、泡をつけたまま湯船に入らないの。フミさん、お風呂から上がったら例のものを見せていただく約束。もちろんです、クレハさん、期待していてくださいね。なんだかうるさくしてしまって申し訳ありません。気にする必要はないわ。この時間は特別に貸し切りにしてあるから。ビップ待遇ね。皆さんは東京を救った英雄ですから、このくらい当然のことです。という名目でモユが各ガーデンに直談判したのよ。エレンスゲ女学園に切り込んでいったモユ様、すっごくかっこよかったです。あはは、ありがたいことです。できればモユさんにも直接会ってお礼を言いたかったわ。
ミリアムさんと一緒に入れ違いで東京へ行ったなんてね。きっと今頃宇宙店でヒュージの残骸を漁っていると思うわ。想像できちゃいます。そうだ、もゆ様へのお土産に買った品物、慌ただしくてお渡しできませんでしたが、今回持参しましたよ。え、あれ、カズハさんが持っててくれたんですか？私、てっきり落としちゃったかと。メガネ型のチャームだったかしら。お姉様、その話は忘れてくださいってば。ビビさん、真っ赤になって可愛らしい。カナホ様まで。そういえば、新宿で一緒に戦ってくれたエレンスギのリリーのことだけど。ああ、それでしたら、チカル様、ヨウ様。うん、あの子たちは無事だったよ。攻撃の前に地下鉄に逃げ込んだんだって。本当ですか？私、心配で心配で。でも、よかったです。新宿の地下鉄は深いですからね。あれだけの攻撃でもほとんど被害はなかったようです。そう、本当によかったわ。はい、彼女たちも皆さんにお礼をとことづかっています。よかったわね、カザ。え？あの子たちはエレンスゲの中でカズハたちヘルボルの理想に賛同してくれたのでしょ？はい。まだ私たちの持つ力は不十分ですが、少しずつでも組織を変えていきたい。そう思っています。彼女たちは、その第一歩になるかもしれません。うん。応援してるね、カズハさん。はい。ありがとうございます。キャッ！どうしたの？タズサさんが！あちらの隅で体を洗っていたタズサさんが。はにょー。これは、高根様の仕業です！あら、人聞きの悪い。私はただ、タズサさんの背中を流してあげただけよ。高根ちゃん。またやったのね。背中、指、マシュマロ、うにゃー。なんですの、その意味深なお言葉は。ちょっと説明してくださいませ、タツさん。ご覧ください、フミさん、あちらが看板のゴッドハンド、お風呂の高根様です。ゴッド？よくわかりませんが、高田様、今日からあなたのことをお師匠様とお呼びいたしますわ。リリー、今度から風呂に入るときは気をつけた方が良さそうだぞ。今度と言わず、今すぐ実践して差し上げますわ、リリスは。楓さん、お客様がいらっしゃるのに恩赦を表さないでください。もう遅いと思う。楽しいね、超マジで。これではゆっくり湯に浸かることもできないわ。ですね。でもこういうのいいわね。こんな時を過ごすために私たちは戦ってきた気がするわ。私もそう思います。そうね、ひとときの休息、明日もまた続く戦いのために、今は羽を伸ばすとしましょうか。はい、お姉様。それでは改めまして、お疲れ様でした。
けすっごい作戦を思いついて、あなたをギャフンって言わせちゃうんだから。奏でなさい、ジョアユーズ。この切っ先が紡ぐは愛しき人へのセレナーデ。カズハ、横から来るわ。こちらは任せてください、カノホ様。正面をお願いします。感じる。ええ、私もよ。これがリリーさんのレアスキル、ラプラス。私、わかりました。私のレアスキルは一人だけで使うものじゃないって。信じ合える大切な人、皆さんとつながるための力、思いを力に変えて私たちは未来に進むんです。メインストーリー一章完結編、未来を切り開く絆の弾丸配信。この長い戦いを今度こそ終わらせましょう。私たちの手で。はい、私たちの思い届けます。